日ハムの村さん、やることがない模様。日本ハムの村勇気内野手、23、ガニ文戦に3番3塁で先発出場。2本のアーチを含む3安打5打点と大暴れし、1軍再昇格に向けて猛アピールした。豪快に復活ののろしを上げた。1点を追う3回1死2塁、野村は DeNA のドラフト5位ルーキー石田優の浮いたシンカーを完璧に捉えた。打った瞬間に確信した当たりは左翼の防球ネットを突き破るような勢いで着弾。カウント3-1からしっかり狙い球を絞っていけた。と文句なしの逆転1号ツーランを叩き込むと、3点リードの6回2死に、3塁では右腕京山の低めカットボールを左中間席へ運んだ。これを1軍でやってくれや。さすがに野村打つな。やはりメンタルか。なんでそれが打てるのにお前。はあ。見下して打てや1軍でも、弱々しすぎる。空清見山並みに並ぶ男なんかだからこのくらいやってくれんとな。野村はメンタルがちいかわじゃなきゃ普通に1軍レベル。清宮のふてぶてしい精神力を見習ってくれ。野村は1軍上がると外すら攻めされるからな。野村昇格かな。野村は2軍にいてもしゃあないな。若手に打席与えるべきだわ。野村も若手だったわ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。